ちは。こんにちは。どうもです。皆さん、今日私はサバを食します。サバー。サババ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 バ。サバを食す。こんにちは。こんにちは。カイトさん、かわいい。おいねこさん、ハート。ミルクランさん、バラ。村上さん、ルーペ。ありがとうございます。こんにちは。そう、昨日ね、サバを買ったんよ。サバのお刺身を。オリクさん、だるま、ありがとう。こんにちは。こんにちは。としきさん、ルーペ、ありがとう。ゆださん、ハート、ありがとうございます。そう、おでこ出てます。今日は前髪、この前も切ったのにね、また伸びちゃってね。だけんちょっと今日はもう長そうと思います。BKB さん、ありがとう。ルーペ、そう、サバ大好きなんですよ。サバ大好きマンにしよう、今日のテロップ。サバ大好きマン、今日はサバ大好きマンことシナノソラムがサバをさばくのではなく、もうなんかさばかれてるんだけど、でも切ってないよっていうサバを食べます。今から切る。さっき持ってきた、ちゃんとサバと、まな、ほら見て、まな板と包丁様と手拭こう。元気か、だってありがとう返信、嬉しかったよ。パイナミさん、帽子。真空拳さん、ルーペ、ありがとう。サバ、そう、最近好き。いつぐらいから好きなの、サバ。わかんないけど、何きっかけだったっけな、何きっかけか忘れたけど、あのセブンイレブンにあるね、炙りしめサバっていう、ちょっとしか入ってないんだけど、でちょっと300円ぐらいするちょっとお高いおサバがあるんですよ。おサバ、あのサバがあるんですけど、そちらをなんかの時に食べて以来、え、サバって美味しいやんってなって、お寿司屋さん行ってサバも食べるようになったし、すごいサバが好きになりました。サバマンになりました。だからサバ大好きマン。ちょっと待って、前髪、こんにちは。もう眉毛めっちゃ濃いマンみたいになってるけど、こんにちは。トシアさん、バラ。かまちゃんさん、ありがとう。かわいい。リオさん、ハート、ありがとう。こんにちは。お、午前中に写真編集が全て終わったので、載せる写真選んでました。ありがとう。カメコイスティユー。楽しみにしてるね。ありがとうございます。しっかり保存させていただいてます。さすがにちょっと半目のやつは、半目とかちょっと中途半端なやつはね、あの、ワオってなってるけど。親方さん、ハート、ありがとう。お、え、お昼ご飯サバ食べてます。え、一緒。今からね、自家製しめサバ、生食用を、ちょっとこれどうやって開けるんだろう。あ、ここか。なんか真空パックみたいに入ってるやつを買ってきて、わお、めっちゃしめサバの香りする。あ、ちゃんと手拭きましたよ。
真空パックみたいなの入ってるんですけど、おりゃー、おー、わお、駅駅駅、うわ生臭いうわ生臭い、めっちゃ生臭い、そらそう、そらそうって感じですけど、じゃーん、ちょっと待ってよ、じゃーん、うわ生臭っじゃーん、このサバちゃんをあの結構ちゃんと分厚い、じゃーん、結構ちゃんと分厚いしめサバを一口、一口サイズに切っていきます。たかきんさんありがとう、猫猫ありがとうございます。そうしめさば、しゅうきさん、 BKB さんハートありがとう、かずやさんもハートありがとうございます。しゅうきさんありがとう、ルーペこんにちは。あのなんか酢締められてるけ、あの酢の匂いかな、生臭いじゃなくて酢の匂いがすごい。こんにちは、サバの酢の香りか。髪の毛いってくれたのソラハだけだった。それは天才ちゃんだ、一発に思ったけどね、好みの人になろうとしとるやろ、好みの人、しめさば。ぴょこたんさん、うまっ、ありがとう。サバの味噌煮た、サバ煮で食べました、うわーん、サビーサビサビサビサバーサバー、食べますよ。これはね、スーパーに売ってたやつなんですよ。ミロさんハート、 A ランチさん、ルーペありがとうございます、こんにちは、こんにちは。センさん、ルーペありがとう。9月から10月はサバの旬の時期だから、そうなんだ、そうだ、秋だろうとは思ってたけど9月10月だったんだ。サバ、サバを食べます。では切っていきます、ちゃんとお皿とね、箸も用意しました。では細く切っていきます。私サバ切るの初めてかも。こんにちは、お父さんありがとう、帽子、こんにちは。焼きサバとサバの味噌煮とサバの炊き込みご飯とか美味しい。いやん、でも本当にね、最近本当にサバに、本当に本当に言ってた、本当にサバにハマってて、こうしめサバもそうなんですけど、あのサバの塩焼きも好きですし、ちょっと最近本当にサバにハマってます。大人の味覚になったってことなのかな。結構サバとかは大人のイメージがあったんですよ、すごい。なんかだからソラハはまだ食べれないだろうと思ってたんですけど、いつの間にか食べれるようになってました。何、魚を切るときはできるだけギコギコしてスーッて切ったら身が傷つかないので頑張ってみて。わっ、分かった、魚初心者やけん嬉しい。スー、おー切れた、なるほど、コツをつかみました。シナノソラハスー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 
便局ってこんな音流れてるよね。今度からサーモンチーズ炙りじゃなくてサバにします。え、でもね、サーモンチーズ炙りまで食べてますよ。しっかりしっかり食べさせてもらってます。もうサバも食べてます。ネギマグロも食べてます。こんにちは。あ、もう終わっちゃう。切るの。あ、やばいやばいやばい、言っちゃった。ギコギコしちゃった。料理配信？料理配信じゃない。もう終わっちゃった。よし、終わっちゃったので、じゃあソラハの盛り付けの技をしたいと思います。盛り付けの技とは、切った順に並べていく盛り付けの技なのかそれは。あ、絶対これ切った順じゃないわ。もうサバを、皆さんはお刺身は何が好きですか？でもソラハも最近までは本当に、なんだろう、ハマチ、あ、だからブリ、サーモン、ブリ、サーモンとかだったんですけど、サバを好きになってからすごいサバを食べるようになりました。今サバブーム。私本当にね、ブームがあるのであれなんですけど、今サバブームです。こんにちは。サーモン、え、サーモン美味しいよね。サーモンは美味しい、いつ食べても美味しい。ブリ、うわー、いいよね。ブリ高くなっちゃってるよ最近。悲しい、悲しいよ。見栄えよくむずそうすぎる。私下手くそすぎる。もう緑の葉っぱとかないから。じゃーんじゃーん、できた。イエーイ、やばい、酢の香りがすごい。こんにちは。そうです、サバです。テネアナギさん、ルーペありがとう。タイ、え、昨日ね、お刺身、タイのお刺身食べたんですよ。あ、よかった。タイのお刺身美味しかったです。タイでもなんかさ、回転寿司に行ったらタイ高いじゃないですか。ちょっと他のその他のお刺身、うん、他のお寿司よりもタイ高いんですよ。タイとタコって、タイタコ高いからあんまり食べないんだけど、昨日はね、お刺身が安かったので買いました。え、貝、貝類ね、あんま食べたことない。黒ミル貝ってありますよね、お寿司屋さんに。黒ミル貝だったっけ。なんかオレンジっぽい貝のお寿司。あ、サンマとかブリ、あ、大人や、大人。サンマも苦手意識あったけど食べれるようになりました。あ、アジ、え、わかる、アジも美味しいよね。いただきます、いただきます。初食べるんだよね、このしめサバ。初めてか。
これはうまいです。おいしい。サバ、お、寒ブリ買いに行く。うわー、おいしそう。こんにちは。サバは、え、これはしめサバを買ってきました。しめサバ、しめサバを買ってきました。おはよう。そらさんの肩おはよう。確かに肩おはようしてる。大人っぽくなった。え、嬉しい。昔見てくださってたのかな。アニサキスって何？そういう菌があるのかな。サバ、サバが好きです。かっこいい。本当ですか？最近好きになったんですよ。うまーい。最近もうね、食べることが生活の救いになってる。もう本当に食べまくってる。でもちゃんと食べまくってるけど、ちゃんと気をつけてるよ。体重管理、体型管理。クックさん帽子ありがとう。仕事でいいことなかったからそらはちゃんに誘いに来た。大丈夫、きっとここからはいいことある。頑張って、頑張ろう。そらもういいこと続かないと思うかもね。思うっていうか、思う時もあるけど、昨日お休みメールにも書いたけど、すごく嬉しいお仕事がね、2つ入ったので、きっと皆さんもいいことが訪れるから、頑張ろう、頑張ろう。ひたち3号さん、うま、ありがとうございます。サバ女性人気高い印象ある。そうなんだ。なんかサバとかサンマとかそういう系はなんかよくパパが食べてるイメージだったからあれだったけど、サバ美味しいよね。青魚もね、そう、最近食べれるようになった。青魚食べれるようになりました。あ、寄生虫。29日ぶりにパフォーマンスでも大人なのか感じる写真があったから載せようかな。嬉しい、ありがとうございます。楽しみにしてる。こんにちは。カズエさん、ハートありがとう。うわ、しゃぶよ。しゃぶしゃぶ食べたい。鍋食べたいの。おでんもそうだけどさ、鍋の季節だよね。うん、見て、端っこめっちゃちっちゃかった。見て、ミニサバ、ミニサバ美味しい。こんにちは。サーバ、サバラーメンはね、食べたことない。サンマラーメンなら食べたことあります。サンマラーメン、うんうん、止まらない。美味しすぎて止まらない。ほら、ちゃんと分厚かったです。なんか真空バッグに入ってたからどうだろうと思ってたんですけど、ちゃんと分厚かったです。こんにちは。皆さんのお昼ご飯は何ですか？空はサバのお刺身です。
っとね、お昼休憩中の方も多いと思うのであれなんですけど、みんなの今日のお昼ご飯はなーに。真空圏さんだるまありがとう。天一の鍋のスープ、え、鍋スープの素私も持ってますよ。天下一品のこってりの持ってます。サバだけでお腹いっぱいになる。でも最近ね、本当にね、ちょっとだけでねお腹いっぱいになるんですよ。でもこの前のツアーの時とかはもう胃袋があのでかくなってもう食べても食べてももうお腹いすいてますって感じだけど、家に広島に帰ってきたり家に帰ってくると、だからダイエットスイッチが入るので胃袋がちょっと小さくなるっていうか、まあ、自分で小さくします。パフォーマンス、嬉しい、ありがとうございます。嬉しいね。ミニサバミニサバかわいいやろ。え、うん、わさびとか醤油つけずに、あ、わさびは苦手だからなんだけど、醤油つけずにしめサバは食べちゃう。二刀流サンマラーメン、うわー鍋に入れても美味しい。帝国さんありがとう。ルーペハートもありがとう。あ、焼肉弁当食べた、いいね焼肉弁当、大事。ガッツし、やっぱさ、お昼ご飯にガッツし食べちゃうとその午後が眠くなっちゃうけど、でもガッツし食べないとね頭働かなくなるしさ、午後も頑張ろうってならんからね、もうガッツし食べるのが一番。お、サンドイッチ、お、え、空は、空が好きなサンドイッチはコンビニで言ったらなんかシャキシャキレタスみたいな、レタスが大量となんかハムが2枚ぐらい入ってるやつ、もうシンプルなやつが好きです。でも照り焼き卵みたいな、照り焼きのお肉と卵が入ってるサンドイッチも大好き。え、サンマ食べたの、すごい。空は今年の目標はサンマをきれいに食べる。サバの味噌煮が一番、でも分かる、サバの味噌煮美味しいよね。だからあのトロトロ、あのサバの味噌煮でいうこの今、あ、しめサバでいうここがめっちゃ美味しくないですか。サバの味噌煮、しめサバでいうこの白いところがサバの味噌煮のなんかめっちゃ美味しい。冷蔵庫、でもね冷蔵庫はでも入ってます、食べ物。今トマトとか入ってる、入ってるものがその豆腐とかという感じ。うん、卵焼きとちくわ食べました、いいね。私のちくわのおすすめは中にチーズ入れるのはありきたりなんですけども、本当にザシンプルで、ちくわを一口サイズに切ってマヨネーズをビューって焼いてかけて焼くのがめっちゃ簡単で、めっちゃ脂質高いけどでも美味しいです。白ご飯に合います。なんだっけ、あれ青のりとかがあったらね、見た目もちょっとおしゃれになるのであれなんですけれど、おすすめです。ちくわとマヨネーズはもう焼かなくても美味しいんだけど、焼いたら香ばしさが増します。ケータリングの誘惑で本当にねダメですよ、本当にダメ。もうね美味しいものがいっぱい並んでるもん、あれはもうねやられる、やられちまう。生姜でも美味しいの。崎山さんなるほどありがとう。ゆうちゃんさんうまありがとう。塩焼きそば作って食べました、すごい。私塩焼きそば食べたことないんですよ。
いやあるかもしれんけど、あの普通の焼きそばの方が多いから塩焼きそば食べてみたい。なんか胃にあまり来なさそうで食べたい。じゃあソラハのお家まで配達お願いします。昨日すき焼きだったから朝はその残りのご飯だった。うわ絶対に美味しい。なんで呼んでくれなかったんですか。今日の夜ご飯はすき焼きだよって昨日配信で言ってくれたら言ったのに。言ったのに。うわー食べたい。ちゅあきさんありがとう。ルーペこんにちは。油が乗って美味しい部分。そうなの。そうなの。しめさば。天然うなぎさんありがとう。バラミロさんもルーペありがとう。大分の寒サバが美味しい。うまい。大分有名なんですか。サバが、サバが有名なのかな。毎日寝る前にラーメン食べて満腹にして寝てます。最高。私も昨日もうラーメン食べたすぎて食べなかったんですけど、もうめちゃくちゃ食べたくなってめっちゃ調べました。でめっちゃ調べて美味しい画像を見たらより食べたくなるじゃないですか。で自分で自分を苦しめてました。食べたいと思って、いやでも食べちゃダメだから画像を見て我慢しようと思って画像を調べてみたら食べより食べたくなるし、うわーってなって意味わからんことになってました。ラーメン食べたいな。いろいろお仕事が落ち着いたら行きたいと思います。すき焼き、すき焼き。ゴンジーさんハートありがとう。おお仕事頑張ってください。午後からのお仕事も頑張って皆さん。第一再販残り22分となります。22分。なんとですね、あの10月21日の幕張メッセの直接お話し会が今回の第一再販でラストとなります。もうすでにね、何度もメールにも書いたり SNS に載せたりこうショールームでお話ししているので、もうすでにたくさん申し込んでるよとか、もうマックスで申し込んだからもう難しいかもって方も多分いらっしゃると思うんですけれども、幕張の受付ラストになりますので、もしよかったら遊びに来てくださると嬉しいです。今回ね、あの直接のお話し会が全部同じ時間割で、1時間目がツーショット写真会で、2時間目がお話し会で、3時間目がお休みで、4時間目5時間目がまたまたお話し会っていう感じになるんですけど、2時間目の直接お話し会は2時間目、オンラインお話し会は1時間目がおすすめですので、もちろん10月21日は東京なのでね、その関東付近に住んでいない方だったり、ちょっと遠征するのは難しいかなっていう方もいらっしゃると思うのであれなんですけど、まあ、オンラインだったりオンライン9日間、直接は6日間で、直接は東京のね幕張以外にも大阪、広島、福岡とありますので、ぜひチェックしてくださると嬉しいです。10月21日が今回の受付でラストなのでね、すごい言ってるんですけど、他の日程もね、お洋服が違ったりとか、まあ、季節によってその月によって多分話す内容もねいろいろあると思うので、遊びに来てくださると嬉しいです。ヒギャニャンさんありがとう。ルーペヒロさん結婚してありがとうございます。ありがとう。あ、ニコもありがとう。結婚してダメです。ブー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 。あ、関サバって言うんだ。大分のブランド魚で網じゃなくて一本釣り。すごっ。関サバは髪が破れ、わかる。あのこう空気っていうかこうパンって破裂してちょっとね
穴が開いてるぐらいのパリパリ度じゃないとね。わかる。2時間目、そう、直接は2時間目がおすすめですので、もしよかったらお待ちしてます。え、お話し会用の有給頼んできたから、ありがとう、ありがとうございます、ありがとう。そう、13時までなんですよ。こんにちは、まかりちょっと追加してきたね、嬉しい。待ってる、お話ね、できるの楽しみにしてる、ありがとうございます。夜勤明けで眠いので寝ます。いや、もうそれはもう皆さんの生活がね第一優先なので、もうそらはもう自分の生活で時間が大丈夫な時だったりに配信してるので、みんなも時間が大丈夫な時に見に来てください。ソラはショールームでいつでもしてるし、絶対に見ないといけないとかっていう強制とかでもないので、待ってます。カズヤさん、北条のタカさん、ヤマトさん、ルーペありがとう、こんにちは。サーバーサーバーサーブサーブ、やば、あと3切れ、あと2切れ、あと1切れになっちゃう。こんなに大きなお皿なのにあと1切れ。それではラスト締めさばいただきたいと思います。ごちそうさまでした。サバ大好きマンことシナノソラハでした。パチパチとかじゃないけど、全然パチパチとかじゃないけど、テロップ会をもうサバ終わっちゃった。はい、サバ好き渋い。え、なんで？あ、まあ確かにね、私もイメージはありました。サバはその大人、パパが食べてるイメージだから、さっきも言ったけど大人が食べるイメージで、子供はなんかエビとかサーモン、マグロ、イカとか食べるイメージだったけど、こちらになりました。渋いのが好きです。でもなんか結構私が好きな食べ物が渋いものが多いんですよ。そのサバもだったり、なんかあとおつまみ系、カルパスとかサキイカとか好きです。おつまみ好きになりがち。イサムさん、ありがとう、ペンライトありがとうございます。すごいおつまみを好きになりがちなので、もう大人な味覚なんですよね。大人の味覚。レイヤさん、ありがとう。ルーペありがとうございます。こんにちは。晩ご飯のこのでも今日サバにしようか。お、え、ぜひ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 、サバおすすめです。今月の自己紹介メール絶対サバって書きますよ。え、先月の自己紹介メールはどんなんだったっけな。し、自己紹介、自己紹介、好きな食べ物って書いてある。あ、最近ハマっているもの、あ、確かにカステラソースカツベジップス、そうじゃん。え、でもカステラはちょっと最近我慢してます。本当に食べたいんですよ、食べたいんですけど我慢してて、
ソースカツは食べました。ベジップスも最近食べてないですね。なんかローソンでベジップスが好きなんですけど、最近ローソンに行けてないので。ありがとうございます。おすすめのセブンのブリッジ、ね、食べてましたね。嬉しい。そう、おすすめしたものはね、ものを食べ物とか食べてくださったり、音楽聴いてくださったりとかするのすごい嬉しい。ありがとうございます。ぜひソラハと胃袋を一緒にしたい方は、今日はしめ鯖を食べましたので、ぜひしめ鯖を食べてみてはいかがでしょうか。胃袋一緒にしたい方、サバは今の、でもサンマ、サンマはもうなんて言うんだろう、顔つきのサンマっていうのかな、あの一本丸々かがスーパーに売られますよね。この時期は、この時期は売られます。パタパタ、こんにちは。幕張リアル追加してきた。ありがとう、ありがとう、お話しかありがとう。伝わるかな、これで伝わるかな。嬉しい。そう、皆さん、お話し会の受付は13時までですので、もうあと12分でね。あのポストも先ほど配信前にね、あの引用でちょっと書かせていただいたので、ぜひよろしくお願いします。こげつねさん、結婚してありがとう、嬉しい、ありがとうございます。お話し会楽しみ、マジで久しぶりに皆さんとお話しできるから超絶に楽しみ。今日は前髪を流そうかな。ちょっと今日は大人っぽくイメちゃん、イメちゃんにしよう。こんにちは。10月21日、この前は前髪あげたけど、今日は前髪を、イメちゃん、選抜おめでとうって言ってくださいね。書いておきましょう。あ、例のところに、うん、そんなんもう嫌われちゃう、すでにもう嫌われてるのに。バリネガティブじゃない、自分のファンの方はねあれだけど、その、ね、好きな人がいてくださるってことは苦手な方もいらっしゃると思うから、もう例に確実に来てくださる方の、あの、なんだろう、あのもうソラハ次話せるぐらいのところにやったら書いとく。あの、なんていうの、あそこみんなが荷物置いたりする机のところに、おめでとうって言ってください。確実来てくれる人、確実ソラハの連に来てくれて、もうソラハとお話しする気満々の人のとこだったら、こんにちは、新曲を披露の時すごく声が通って、私の声聞こえました？私の、どういうこと？あれかな、あれかな、終わった後のインタビューかな、
歌歌唱中じゃなくてインタビューの時に声かけてた。えでもね、29日の、 初日追加公演の方の、追加公演が終わった後、スタッフさんお偉い方に、ソロハーって、ソロハの声ってすごい分かりやすくていいなって言われて、本当ですかって言ったら、 MC もそうだけど歌声がすごい聞こえたみたいな言っていただいて、すごい嬉しかったです。自分の声通るって褒められるのはなんか嬉しいって言った。あんまりお会いできない方なんですけど、ソロハって言われて嬉しかったし、だいたいね、なんかシナノとかなんですけど下の名前で言われることがなかったので嬉しかった。珍しいだった。スタッフさんは特にソラハ呼びおらん、なんかファンの方はソラハ呼びおるんやけど、全然それは逆にシナノ呼びいないやけどね。こんにちは。素直になれば間に合うのかな。歌割りです。歌割り6人ぐらいいる。一番は歌割り6人ぐらいいるけど、2番は3人です。夢を見なくなった自分が好きじゃない、ドドンドドンドドンドド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 。もっといっぱい早く披露したいな選抜に選ばれて自信がついた？ううん、自信ついてないよ。全然つかないよ。逆になんか選抜とメンバーさんと一緒にいるとダメダメだってなって、うわーってなる。でも昔よりかはついてます。全部皆さんのおかげだけど、みんなさんが応援してくださっていて、をこうソラハにね慰めてくださったりとかするから自信がついて、全部皆さんのおかげ、みんなのおかげだよ本当に。昨日もお休みのように書いてたけど、ありがたい本当に。シナノソラハ、シナノソラハフルネーム呼びはおらんかもしれん新しいファンの方もそうだけど、スタッフさんもシナノソラハ呼びはおらんよ。ヨウさん、ルーペ、かき氷さん、ハートありがとう。花見川さん、ありがとうございます、ハート。ありがさま、ありがさ、ありがさま、さあ、どうやイメチェンしました。大人になろうと頑張ってみたシナノソラハが大人にはなれなくて子供っぽさが抜けないシナノソラハっていう題名です。自分で忘れちゃったもん、なんて言ったか自分で言ったの忘れちゃった。めっちゃきなこさん、ハートありがとう。嬉しい。選抜の経験を積んでいったらさらに良くなってる。積んでいくっていうかね、頑張ります、そのためにも。
ドゥンドゥン。チクした。ドゥンドゥンって言った瞬間、パン。最近は。大変ですね。最近は大変です。人生。最近、あ、そう、最近はでも。これも人生なんだ。あの、まあ一度きりの人生だしっていう言葉で自分の心を鎮めてる。まあ一度きりの人生だからとかね、超やばいやつだと思われそうだけど、一度きりの人生だからさって一度きりの人生だからねっていう言葉、あと何の言葉だろう、仕方ない仕方ないとか、ね、そういう言葉を最近自分に唱えて、仕方ないってことは良くないんだろうけどね、じゃないと精神保たれない時とかもあるからね、人それぞれ。こんにちは。そうだよそうだよ、七並べのライブもね、申し込みが始まりました。昨日からですよね、先行のやつ。この前メールにね書いたんよ、合同ライブスペシャルサポーターだ。まずはスペシャルサポーター。スペサポも投稿してるので、いつポストした、ポストじゃないメールに書いたんだろう、出演情報だよね、出演情報これだ。皆さん11月20日月曜日にね開催されるね、ST48の七並べと SK48 の大富豪は終わらないのね、あの合同ライブがあるんですけれども、11月20日にそちらがね、本当は去年に開催される予定だったんですけど、ちょっといろいろあって延期という形になって、今年の11月20日月曜日に開催されることが決定したんですけども、あの昨日からあの ST48 のスペシャルサポーター内にでね、あの受付が始まりまして、まだファンクラブとか E プラスとか一般販売とかはまだなんですけど、スペサポ会員の方は先行で受付が始まっておりますので、お待ちしております。絶対これさっきのサバの、液体だ。こんにちは。昨日の18時から始まって、あ、皆さん第一再販4時受付ありがとうございました。そして、第一再販も約1週間ちょっとかな、長めな時間期間だったんですけれども、ありがとうございました。申し込んでくださった皆様、手続きの方がね、また何日っていうのがメール来ると思うんですけれども、しっかり前回ね皆さん誰一人忘れることなく手続きをしてくださったおかげでね、あの完売がそのまま残っていたので、ね、頑張りましょう。みんな結構あのツイッターのなんていうのおすすめ欄に流れてきたのが、その画面となんかにらめっこしてるじゃないけどまだ押せないみたいなっていうなんかポストとかよく見たのでね、みんなでもその手続きがしなかったらみんなとお話できなくなっちゃうからね、それはすごく悲しいのでよろしくお願いします。みんなありがとう。あ、テロップ変えとこ、テロップ変えとこ。
っぽくなりたいシナノソラハでした。つりきじさん、ルーペありがとう。バジェラマスターさん、ハートありがとうございます。こんにちは。11月4日の分をギリギリ申し込んで、ありがとう、嬉しい、ありがとうございます。楽しみだ、みんなとお話できるの。お昼休憩入りました。あら、今からなのですね、お昼休憩。ソラはね、30分ぐらいまでしようかなと思ってるので、そう、本当は今日12時からしようと思ったんですけど、あまりにも私の準備が遅くって12時からさできなかったな。ちょっとだけ12時13時過ぎてもお話しさせてください。サバ食べてたから。明日のね、日程がちょっとわかんないんですけど、もしかしたらめっちゃ朝早いかもしれないです、配信が。で、夜逆にめっちゃ遅いかもしれないです、わかんない。明日のお仕事のねスケジュールがまだ出てないので、正式にはわかんないんですけど、明日はね、楽しみなお仕事で、昨日言った嬉しいお仕事とは別で、前から決まったお仕事なんですけど、すごいワクワクな楽しみなお仕事なので頑張ります。こんにちは。今日はお仕事ではないんですよ、今日はお休み。明日からがお仕事です。嬉しい。なんかみんなにはさ、やっぱりそのお仕事した日にはさ言えないからさ、あれなんだけど、みんなは知るのはやっぱりお仕事解禁、情報解禁とかが後になるからね、時間が、お仕事をして時間が経ってからになるけど、報告は本当に皆さんのおかげでね、いっぱいいっぱい嬉しい気持ちだったりお仕事だったりをさせていただけてるので、待っててください。バンジェラモンスターさん、ハートありがとう。なんだろう、その皆さんのおかげでっていうことが多いから、しっかり自分の力で、お仕事を選んでいただけるように頑張ります。でもね、今週末の土曜日とかはその自分が頑張ったじゃないけど、その体型管理を見直してダイエットしようって思って、ダイエットして成功したおかげでそのランウェイを歩かせていただけるので、なんかそうやってこう自分が頑張ったのがこうやっぱ結果としてお仕事につながるのはすごくすごく嬉しいことなので、頑張ります。みんなさんばかりにねこう負担をかけるのではなく、アイドル人生ってやっぱ一生おばあちゃんになってもとかはできないからさ、やっぱりアイドル、限られたアイドル人生を充実した日々にするのは自分なのでね、結果的に悔いのないように、生誕祭でも言ったけど、やりきった悔いはないって思うまで頑張りますので、よろしくお願いします。かき氷さん、ヘルムビーゲさん、ルーペありがとう、ありがとうございます。あ、でも嬉しいです、嬉しいお知らせが、そうですね、明日のやつはね、なんか発表されるけど、あれだけど、お仕事が10月はすごく充実させていただいてます。嬉しい。そう、待っててください。そう、体調がね、私は崩さないので大丈夫です。今まで体調崩したことあるのはコロナとインフルエンザ
とあとなんか薬の副作用で顔がパンパンに腫れちゃって公園に出れなかった時かな。でももう大丈夫なのでね、しっかり食べてるししっかり寝てるし大丈夫でございます。応援してます、応援しててください。かき氷さんハート音符ありがとう。今日は十分大人、本当に嬉しい。前髪をねちょっといい感じに流したかったんですけどうまく流せなかった。体調崩さないよ。サラの今年の目標はもう大きな病気にかからないですから。もう去年コロナになっちゃって今年？いや去年ですよね。うん。なってないので大きな病気にかからない。だけ今からの時期はインフルエンザさんは、インフルエンザさんから復帰してもう3年ぐらい経つので。毎日アイドル1200日ぐらいですよね多分。え1200日ぐらいイコールインフルエンザから復帰した日数なので私のこの毎日アイドル日数は1200日ぐらいかな。ちゃんと食べてね。ちゃんともうめちゃくちゃ食べてます。もうねみんながね想像してるよりもバクバク食べてます。昨日も夜お刺身とあと何食べたっけな、大阪のツアーでいただいたポテトチップスみたいな食べました。めっちゃ美味しかった、すっごく嬉しかった。新曲選抜おめでとう、ありがとうございます。そう皆さんのおかげで選抜メンバーに選んでいただき11月1日水曜日がすごく楽しみです。11月1日水曜日10枚目シングル嬉しいよね。頑張るね。みんなに何だろういい報告をもっとしたいしさ、他のファンの方とかになんで空が入ってるのとか思われないように、表っていうかなそういうお仕事とかでも、ね、結果残せるように、なんか裏で頑張ってもって言っても言う言い方は変だけど、やっぱ見えないからさ、もちろん今まで通りにね裏でもたくさんたくさん自分なりに頑張るねんですけど、頑張るねんですけど、頑張るんですけど、表でも大事なので頑張ります。こんにちは、みんなありがとうございます。お昼休憩とかお仕事のね合間を縫ってコメントをしてくださった方とかありがとうございます。今日のお昼でね第一再販がラストということで最後皆さんとねお話ししてちょっとでも申し込もうかなって思ってくださる方が増えたらなと思って今日ちょっとお昼配信をさせていただきました。またね夜配信もさせていただきますので、こちらにあるハートがピンクじゃない方は押してピンクにしてくださると嬉しいです。こんにちは、ありがとうございます。嬉しい、みんなでは、それでは壇上を呼ぼうかな。お、嬉しいフォロー
皆さん、あとね、お話し会の受付は終了しちゃったんですけども、あの10枚目シングルの発売を記念したオンライン直サイン会が、あの受付はですね5日木曜日の22時59分まで、あの受付中ですので、2つ目のあのこの上じゃない方の下の方のところからチェックしてくださると嬉しいです。あの私服2着コスプレ1着計3着を着て撮影をします。スマホのね裏に入れたり財布に入れたりお家に住ましてもらったり、ソラハを皆さんの近くにあの置いて一緒に共に生活してくださると嬉しいです。共に生活って言ったら怖ってなるけど、よろしくお願いします。それでは壇上を読みたいと思います。13位スエさん、12位ミルククラウンさん、11位トシキさん、10位バンジャラモンスターさん、9位ヘルムビーゲさん、8位 BKB さん、7位帝国さん、6位ミロさん、5位コギツネさん、4位カマちゃんさん、3位ヒロさん、2位デンデンウナギさん、そして1位はタカケイさん、ありがとうございます。ありがとう。そう、3枚申し込んでくださった方はちゃんと全部あの当たるようにします。私服2着用意するんですけど、1着で違うやつだし、コスプレも入るようにします。申し込みしようかも悩みます。申し込む申し込む、待ちしてます。でもね、まだ5日の木曜日までちょっと、まあ言ってもね、あと2日しかないんですけども、時間がちょっとありますので、少しでもちょっと申し込むっていう試合を日本に進めてくださると嬉しいです。皆さん本当にお昼時間だったり、あのお休みだったりね、あの眠たいところだったり、あの人それぞれだと思うんですけど、見に来てくださってありがとうございました。としひろさん、帽子ありがとうございます。皆さんもね、午後ご飯食べて眠たいかもしれませんが、頑張っていきましょう。あとね、今日広島すごい天気がもうすでにわかると思うんですけど、暗くって、なんか雨が降りそうか降らないか、なんかムワンって感じの天気なんですけど、あの外にね出られる方は、その折りたたみ傘だったりね、あのなんだろう、天気予報をしっかり見て外に出ましょう。では皆さん、配信見に来てくださってありがとうございました。あのコメントを参加してくださった方はもちろん、あのコメントしないけど見てたよ聞いてたよって方もありがとうございます。ありがとうございました。ではまたね、夜配信でお会いしましょう。ではバイチャラポー、またねー、おやすみちゅー。大人っぽくなりたい、シナのサラハでした。ありがとうございました。